ズハン・ホンコンシュスラン・ルディーゼイア・ディスクラーは、卵化植物の一つ。本種のみでこの属を構成する。ヨランの一つで種として、葉の美しさを鑑賞される。地上性の常緑性の卵。地表を這う茎は、赤紫色を帯び、多肉質で太く、節ごとにややくびれ、節からは細い根が一本ずつ出る。葉は3から4枚が茎の先端に集中して、ロゼット状になり、 多肉質で、卵状皮脂型で、長さ5から8センチメートル。葉脂の表面は、ビロード状を呈し、色は赤紫色から赤みがかった暗緑色の地に、葉脈状には、金色や銀色の縞模様や、網目模様が出て、とても美しい。この葉の模様は個体によって変異がある。花形は、長さ30センチメートルに達し、多数の花を水上につける。 花は、径がセンチメートルほどで色は白。背が片と側下辺が融合して、兜のような形となる。新弁は、基部が袋状で、先端は二つに裂ける。随中は、ねじれており、先端の薬棒は黄色。中国南部から東南アジアに見られる。本種は、随中がねじれることで、南蛮かごめ乱続マック構図に似ているが、新弁が、 海に位置することで区別され、本種のみで、単系族を建てる。なお、本種は当初は、シュスラン族のものとして記載され、1818 18年の記載では、グッドヨラディスクラーとされ、これが親族のものとして分割された。ただし同年に本種をもとに、ヘマリアという族が建てられ、1970年までは、それに基づくヘマリアディスクラーとして知られていた。ちなみに種商名は、 二色のの意味でアリハの色に基づく。旧学名ヘマリアはギリシャ語の地に由来する。今の俗名は人名由来とも言われるが不明である。ヨーランの一つとして栽培される。ヨーランでは珍しく観葉植物であり、本種を含む類似のものはまとめてジュエルオーキッドと呼ばれる。本種はその中で最もよく知られたものである。本種と南蛮カゴメラン族やキバナシュスラン族。 アニクタケラスなどの俗刊雑誌も作出され、やはり干渉されたが現在では栽培されることが少なくなっている。日本で広く栽培されているのは、葉がやや大きくて洋脈に赤い模様が入るもので、これを編集バリエーション、どうセニアナとしたこともある。以下、種として、園芸植物大図鑑、P2992 塚本ほか、P117 度橋、 P185 園芸植物大図鑑 P2992 ガーデンライフ編 P197 ありがとうございます。